福島県双葉町。浜通りと呼ばれる福島県沿岸地域のほぼ中心にあり、双葉郡の北東部に位置。2011年3月11日時点の人口は7140人。面積は 51.42 平方キロメートル。東に太平洋、西に阿武隈山系を望む、海と山に抱かれた豊かな自然を誇る町です。JR 常磐線と国道6号が並行しながら、町の中心部を南北に縦断し、南は大熊町、北は浪江町に隣接。また、国道288号で、県の中央部である郡山市とも結ばれています。比較的温暖な気候が特徴で、東北地方にありながら、冬は積雪が少なく、とても住みやすい環境に恵まれた町です。町内には町の花でもある桜が、春になると至るところで咲き誇り、町の木である仙丹は、町の施設名や団体名にもなるなど、多くの町民に親しみを持たれています。双葉町は地域のつながりが強く、地域のイベントや情報伝達を17行政区ごとに行ってきました。夏になると行われる盆踊りは、この行政区単位で開催され、お囃子は地区によって微妙な違いがあります。また、神楽などの伝統芸能も地域ごとに継承されており、そのお頭や舞も地域によって様々です。行政区の結束がさらに試されるのが町民体育祭です。玉入れ、綱引き、リレーなどの競技が行われ、毎年熾烈な優勝争いが繰り広げられていました。一方、観光では、日本の海水浴場100選にも選ばれた双葉海水浴場や、個人経営では日本最大と言われる双葉バラ園などがあります。装飾壁画では、東日本を代表する古墳時代の壁画、国指定史跡清戸作王傑もあり、小さな町の中に日本有数の名所が多くあるのも特徴です。また、江戸時代から続くと言われている伝統の祭り、双葉町だるま市には、毎年数千人が訪れ、名物の巨大だるまを引き合う風景がありました。2011年3月11日午後2時46分、三陸沖で発生したマグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地震により引き起こされた大災害。宮城県栗原市では最大震度7の強い揺れと国内観測史上最大の津波を伴い、東北、関東地方を中心とする広い範囲に甚大な被害をもたらしました。双葉町でも地震による家屋の倒壊や沿岸部は津波に襲われるなど多くの被害に見舞われ、また東京電力福島第一原子力発電所の原子炉は、地震に伴う想定を上回る津波により原子炉を冷却する機能を失い、我が国の原子力発電所で初めて住民の避難指示が出され、大量の放射性物質が放出されるという緊急事態が発生。ふるさとへの立ち入り制限や全町避難を強いられた避難生活は現在も続き、深刻かつ重大事故となりました。2011年3月12日朝、当時町では防災無線で川俣町への全町避難を広報。しかし川俣町への避難指示のほか、10キロ以上西への広報や、とにかく西へ避難と警察が呼びかけるなど情報が錯綜。町民は川俣町だけではなく福島県内だけでも避難先は多岐にわたりました。その後、3月19日までに川俣町へ避難した町民およそ4000人のうち約1200人が埼玉県にある埼玉スーパーアリーナへ避難。
等施設内に双葉町役場さいたま出張所を設置し、埼玉県加須市旧紀彩高校の受け入れ準備が完了するまでの間、避難所として利用されました。3月30日、31日には、埼玉スーパーアリーナから約1200人の町民が埼玉県加須市旧紀彩高校に避難。2011年4月1日、町は同校内に双葉町さいたま支所を開設。町民とともに役場機能を移転しました。一方で、福島県内に留まりたいと、県内避難を希望した町民の方々も多く、町民の1割強、およそ800人が避難した猪苗代町では、ホテルビステル猪苗代の支援により、同ホテルを避難所とし、双葉町猪苗代出張所を開設。2011年4月1日から9月末までの半年間、避難した双葉町民を受け入れてくださいました。避難所から仮設住宅への住居移行が進む中、役場本体機能があるさいたま支所のほか、県内に町民を支える拠点として、2011年10月28日に郡山市に福島支所を設置、それぞれの拠点で町民の避難生活を支えてきました。その後、役場本体機能を福島県内に移転することを決断。2013年6月17日に福島県いわき市へいわき事務所として開所。合わせて支所を郡山支所とさいたま支所に再編し、現在に至っています。埼玉県加須市旧紀彩高校は、役場機能移転後も避難所として利用され、2013年12月27日、2年9ヶ月続いた避難場所としての役目を終えました。そして震災から7年、双葉町は今も町の 96% が帰還困難区域となっており、町民は自由な立ち入りが制限されており、県内外各地でバラバラに避難生活をしています。そのような状況の中、これまで復興への取り組みがなかなか前に進まず、歯がゆい思いをしておりましたが、2016年8月31日に政府方針が発表され、昨年5月19日に改正福島復興再生特別措置法が施行されたことに伴い、同年9月に内閣総理大臣から帰還困難区域の復興に向けた双葉町特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定を受けました。これにより、双葉町でも、除染、解体、インフラ復旧等、復興に向けた動きが本格化。2022年春頃までの避難指示解除を目指す計画を示しています。震災に伴う原発事故により、厳しい避難を強いられた町民の皆さん、当時は木の幹のまま、ふるさとを離れ、言葉では言い表せない多くの苦労を伴う避難生活を余儀なくされました。そしてその避難生活は原発事故から7年が経過した今も続いています。町の避難とともに県外に避難された方、親族を頼りに避難された方、縁もゆかりもない地域に避難をされた方など、避難経路は一人一人違い、避難先を10カ所以上転々とされたという方も少なくありません。そんな苦労を経験された町民の皆さんは、避難した先々で様々な方々と出会い、その時その時にいただいた支援に対して感謝の思いを持っています。双葉町では、そんなありがとうのメッセージを動画で集め、紹介させていただいております。そちらもぜひご覧ください。